はい、皆さんこんにちは、なおです。今回は、先日に続きまして、バトルスポーツスタジアムのね、ビッグバンミッション7段シーズン、最終結果報告の方を述べさせていただきたいなと思っております。というのも、昨日アップした動画で、戦いは終わりましたっていうね、動画を上げたと思うんですけど、その動画の時ってね、バトスタ最終日にこう0時まで戦って、その後に帰ってきて、次の日のお昼に上げた動画だったと思うんだよね。で、その時点ではそのランキングとかってまだ変動してなくて、要は入っていたか入っていなかったか、50位以内に入れたか入れていなかったかっていうのが分からなかった状態で撮ってたんだよね。で、あの後に実は動きがあって、ね、ランキングってそのいつも集計になってからそっから1週間後ぐらいにランキング更新がされると思うんだけど、その日ってなんかすごい例外で、要はその今回ってさ、早く終わったじゃないですか。で、さらにバンダイが休みだったりとか、いろいろなんかね、アクシデントがあって、なんかそのまんまランキングがこう更新されてたんですよ。で、みんなが稼いだポイントと順位が確定して、それをちょっと今回お伝えしていきたいと思うんですが、なんとなんと、はい、こちら。まさかまさかのね、ギリギリの49位で、ランクイン確定いたしました。はい、ということでね、まあ、決意表明の動画から遡ると、まあ、あそこでね、こう、ビッグバンミッション7段は50位以内に入りますって宣言して、ここからね、まあ、1ヶ月半ぐらいかな、経過して、やっとね、念願の50位以内に入ることができました。で、これによって、まあ、50位以内、要は50位までに入れれば、そのマジンロベルのスタンプがもらえるので、次の段、ビッグバンミッション8段にね、あのスタンプが、まあ、配布されると思います。ここまでね、本当にその応援してくださった方々や、いろいろね、アドバイスとか DM とかね、もうリプライとかもうたくさんくれた人たち、本当にありがとうございました。で、すごい自分の中でもね、その肩の荷が下りた感じがあって、要はこの期間ってね、まあ確かにいつもよりは短かったかもしんないけど、プレイ時間とかで換算するともう軽く2段分ぐらい、もうとにかくいつも何倍もね、プレイもしたし、何倍もこうゲーセンにこもって、もうひたすらにバトスタのね、こうポイント稼ぎをしてたんですよ。っていう中でやっぱすごいね、もう辛いものがあった。要はね、ポイントってね、負けると100ポイント減って、勝つと200ポイント増えるじゃん。で、要はその300ポイントの差が生じるんだけど、まあいつもだったらね、まあ別に負けても100ポイント減るけど、また稼ぎはいいやって感じになるんだけど、今回はそうじゃなくって、もうとにかく負けられない。うん、一個も落としていい試合なんてないっていうレベルでやってて、その負けがさ、例えば10回、20回負けたとしたらさ、ね、さっき300差が出るって言ったけど、まあそれテクニカルも考慮してないんだよね。テクニカル考慮したら400、500差は出るけど、まあ300ポイントの差が出るとしてもさ、10回で3000、20回で6000ポイントの差が出るんだよね。って考えると、やっぱ最終的にそれがあだとなって入れなかったりもするから、とにかく負けられないっていう、そのプレッシャーとかで、あとは万が一にでもこう50位内に入れなかった時のその今までの苦労とさ、ね、YouTube でも宣言しててこうやっぱ見返したかったっていうのもね、もう自分の中であるんだよね。とにかく言えることはプレッシャーが凄まじかった。で、その状態がこう毎日続いて、で、もちろん毎日ゲームセンターにも行かないといけないし、こう1日のノルマポイントがね、こう3000とか4000とかになってくるんだけど、もう1日たりとも休めない。で、なんだろう、すごい肩の荷を下ろせるタイミングがないっていうか、要はたとえ1日ね、仮に休んだとしても、次の日はもうそれの2倍頑張るしかないし、とにかく、なんだろう、休んだ分きっちり帰ってきちゃうんで、そこでの、まあ負担というか、うん、でも精神的な面でもやっぱこうね、なんだろう、戦い続けなければならないとか、そういうね、まあプレッシャーとかストレスとかはあったかな、うん、そういうのも込みでね、辛かった。で、あとはまあ戦いももちろん辛くて、今回のシーズンってね、まあ、今までで多分一番負けたと思うんだよね。うん、まあ一番負けたし一番勝ったっていう表現が正しいかな。うん、それぐらいね、敵もやっぱこうガチゴチで来るんですけど、そのいつもと違う点としては、ベニカメンの2キルデッキがね、非常に強くて、で、今回のシーズンって
あれを倒すためのシーズンだったんだよ、自分の中では。要はあれをいかにして倒すか。で、最終的に導き出した答えが、こうやられる前にやれっていう。要は相手にね、攻撃の隙を許すと、一瞬で持ってかれるから、だったらこう相手に攻撃させずに、減らされる前に減らせみたいな。やられる前にやれっていう戦法で、まあ、今回ね、今回のシーズンは戦ってきましたかね。で、途中からさ、なんだろう、2ラウンド目の防御力を極限まで高めて3ラウンドにつなげてから倒すっていう戦術とかもやってたんだけど、最終的にはやっぱりこう2ラウンドで、倒すっていうのが多かったから、でそれを逆手にとってワンキルデッキがね増えたっていうのも印象深くて、要は2ラウンド目行くとベニカメにやられるから、だったら1ラウンド目で倒してしまおうみたいな。でみんなそのワンキル対策がっつりはやってないから、まあトワリメチもいないし、あとセルゼノなんてもちろんいないし、要はみんな1ラウンドの耐久力何でやってるかっていうと、こうフィンとか、調査機みたいな、まあ、エナジー溜めさせない系だったりとかってなると、すごいワンキルが刺さるので、あのみんなそれを逆手にとってワンキルを使ってきたりして、でもちろん今シーズンワンキルデッキにも結構遭遇したし、結構やられてきた。で途中からそれをこうなんだろう、逆にまた逆手にとってマジンロベル戦法で、あのワンキルを返り討ちにしつつ、2キルもがっちり対策して倒すっていうデッキを使ったりとかいろいろしてて、まあ、とにかくデッキ試行錯誤のに要した時間がね、もう膨大な量じゃなかったというか。でそれに伴って、あの環境読みとか、まあ、現環境で一番強いカードとか一番強いデッキとかそういうのも分かったし、まあヒーローズ的にもね、かなり、まあ、力量がついたというか、今までよりかはねこう強くなったと思うし、アドバイス YouTube でねこう発信できる情報も増えたし、まあそこら辺の意味合いでもね、やっぱりやってよかったなって。さらにマジンロベルのねスタンプ取れたし、あのスタンプやっぱ50人限定っていう、もだって世界でさ50人しか使えないんだよね。ってなるとね、すごいやっぱ自分の中ではこうどんなカードよりも貴重というか、どんなカードよりも価値のあるものだと思ってるから、パラレルベジットがね十何万するとしても、マジンロベルってお金じゃそれ絶対買えないから、それ以上の価値があるし、だからやっぱ50位スタンプってね本当に価値あるものだなっていうのを改めて再認識できたなって、思いますね。あとやっぱもうこう力を証明できたっていうのかな。まあ、これもねこの後に話したりするんだけど、結構ねやっぱ50位狙ってるとすごいヘイトがね、あの集まってきたりとかね、いろいろ言われたりするんですよね。まあ、そういうのもね最終的にランクインして、まあ、見返すことができたし、まあとにかくなんかすごくすごく中身の濃いね、あの1ヶ月ちょっとだったなって、思います。はい、続いてねこのシーズンに、まあ、お世話になった方々はねちょっと軽くご紹介していきたいと思うんですが、まずフレンドマッチ部門では、YouTuber のね翼くん、はい、ヒーローズのね動画ほぼ毎日ペースで上げてる、元チームやちみかメンバーのめっちゃ強い人がいるんですけど、その翼くんが、DM でねこうフレンドマッチ の募集したんですよ、自分があのサブチャンネルの方 でそれ見てくれて、フレンドマッチやりますよっていうので来てくれて、でその動画は上がってるんだけど、あのクーラー気候戦隊翼くんが使ってて、で自分があのベジェットゼノのさ、なんだっけあれ、大馬車全員サービスのカードを使った戦いで、まあね、そういう戦いとかにね、こう協力してくれて、一緒に動画撮ってもらって、で、その同じノリで、ドラゴンさん。はい、こちらの方がね、ツイッターの、まあ全員ツイッターの人なんだけど、宮城の方でヒーローズやられている人で、こちらの人ともね、あのフレンドマッチの動画撮らせてもらって、で、この期間ってね、すごいなんだろう、フレンドマッチに力を入れてたと思うんだけど、それなんでかっていうと、今の環境のバトスタって、めちゃくちゃ動画が撮りづらい環境なんだよね。あの、要は2ラウンド目で先行を取られて、ベニカメのスーパーエナジーと人造にやられるという、そういう試合だったりとか、で、それに伴って自分のデッキもこうね、ワンパターンになりがちになって、動画を撮るにしても大体この編成になっちゃうみたいなので、それって、果たして視聴者が見た時に面白いのかって思ったんだよね。でもフレンドマッチに切り替えるとそれがなくなって本当にチャージ勝負になるんで、すごいね楽しいバトルができて、まあフレンドマッチの企画はねすごい良かったと思う。で続いてがジョジータさん、こちらの方も YouTube やられてまして、ガーリックブラストっていう名前でね YouTube をやられている方ですね。でヒロキッドさん、
はい、まあ、ヒロキッドさん、あ、待ってね、ジョジータさんに関してはちなみに、この後にフレンドマッチ動画が上がります。で、ヒロキッドさん、はい、ヒロちゃんですね、が、どれだっけな、どの試合だっけ、ベジットゼノのプロモーションいっぱい出てんだよな、ベジットゼノゴジータゼノ海洋圏の動画かな、うん、プロモーションのゴジータゼノ海洋圏の動画の時にね、はい、フレンドマッチの方をさせてもらいました。で、平田くさん、そしてケンタさん、あ、ケンタさんはまだね、あれなんだよね、フレまで約束だけしてて、この後に多分フレンドマッチするんだけど、で、あと、身勝手さん、はい、コメント欄によくね、コメント書きに来てくれる人で、こちらの方ともフレンドマッチの約束はできてるけどまだやってない。で、続いてフレンドマッチ部門じゃなくて、その他、要は DM とか LINE とかでアドバイスくれた 人たちね、チームやちみかリーダーの、やちみかさん、はい、で、やちみかさんは、まあ、いろんなデッキの写真を送ってくれたりとか、で、あとはね、その最終的にこうね、最終日に、まあ、あちらの方にね、お邪魔させていただいて、いろいろね、お話とかさせていただいてね、はい、その時に翼くんとも会って、いろいろね、バトスポ一緒にやったりとか、バトスポロードでやってもらったりとかね、していたんですが、まあ、チームやちみかさんの方々で、きょうさん、はい、きょうさんは、今回のシーズンで一桁、ん？あってね、何位だっけな、すごいんで、めちゃくちゃ上位に、君臨してて、で、そのね、きょうさんが、あー、集結になってて見れねえそうだった、焦ってた。いや、でも確か一桁か二桁前半だったと思うんだけど、めちゃくちゃね、強くて、で、そのお父さんかな、お父さんにあたるフトシックスさんね、はい、フトシックスさんはすごい DM で今回のボーダーラインとか、あと1日に何ポイント増加してるかっていうグラフを提供してくれたりとかで、こう、なんだろう、どれぐらい1日で稼いでいけばいいかとか、そういうアドバイスをくれました。で、谷口さん、はい、谷口さん、福岡のゼノさんですね。で、ゼノさんはもう言わずもながらね、もう50位以内何回も入ってる、ね、めちゃくちゃな強者で、マジントアスタンプとかね、50位以内スタンプとか持ってるんですけど、いや、すごい人ですよね。うん、谷口さんはね、やっぱすごい、やっぱなんだろうな、影にいてくれるっていうだけで励みになったうん、やっぱね、今までこう、まあ、京さんもそうだけど、今までに50位何回も取ってる人とかからアドバイスもらったりするとね、すごい励みになりますよね。はい、ここからが寄せられたアンチコメント集ということで、まあね、この期間やっぱね、こう頑張れば頑張るほどこういろんな人の目に留まって、もちろんいい意見もね、ある反面、こうそれを阻止しようと、50位以内入ることをね、こう阻止したい、落としたいって思う人が、まあ、コメントしてきたりとか、したんですけどもね、まあそれで寄せられたコメントの方を読み上げていきましょう。今まで入ったことないのに本当に50位なんて入れるんすか？入りましたけど。さあ、こういう意見はね、こうムカッとくるんだけど、逆に、あ、じゃあそんなに言うだったらやってやろうというね感じで、結構自分でそう言われれば言われるほど燃えるタイプなので、割とね、このコメントに関しては逆に来てよかったなって思った。うん、多分これがなかったらね、あと数時間頑張れなかったっていうのがあって、じゃあ絶対に取ってやろうみたいなね、気分になりましたね。暇人なんですか？暇人ですけど何か。いや、まあゲーマーとして、まあこれ以上のね、褒め言葉はないでしょう。まあやっぱこう、暇人なのかと言われるほど、やっぱそのゲームに時間を捧げてのめり込んでるということだから、これね、自分はかっこいいと思う。うん、他のね、プレイヤーさんとかでも、もう本当にその自分以上にね、プレイ時間数費やしてる人とか、毎回毎回2段昇格してて、こう極み20何段とかの人とか見てると、やっぱすげえなってなるし、世間一般から見たらゲームに何十時間何百時間使ってるのって冷たい目で見られるかもしんないけど、同じそのゲーム業界の人から見るとさ、めちゃくちゃかっこいいことだと思うから、まあ、ドッカンバトルの展開地にせよね、ドラクエモンスターとかね、そこら辺にせよ、こう強さと時間ってイコールだから、やっぱね、それだけプレイしてるっていうことは強いっていう証明だと思うから、逆に褒め言葉として自分は捉えてます。ノアさんまで中デッキを使っていて正直がっくりしたよ。バトスタやったことある？ではでは、強カードなしの低レートデッキのみで50位以内取ることができたら、もう一度その言葉をよろしくお願いします。
デニー仮面使って50以内入ってもねー。さあこのコメントを書いた方は相当デニー仮面に恨みがあるのでしょう。まあこれあくまで自分の見解だけど、デニー仮面 97% はいたな。デニー仮面を一切使わず50以内に入ることができたら、再びその言葉をよろしくお願いします。勝手な価値観を押し付けるのはやめていただきたい。はい、ということで今回はねビッグバンミッションの7段シーズンで、まあ50以内に無事にね入ることができましたので、そちらのご報告の方をさせていただきました。いやーやっぱねこういろいろなね、まあ壁だったりとか、まあ激戦、そういったものがねこうこの短い期間にね集約されていて、自分の中で本当に中身の濃い1ヶ月ちょっとだったなと思いました。はい、今までのねまあダンも結構やってきたと思うんだけど、こうバトスプロードとかもね並行してやってて、すごいヒーローズにもなんかほとんど全ての時間を捧げたっていうレベルでやってて、まあその分やっぱ他のことができなくなったから、編集とかに割く時間もね減らしたりとか、自分の趣味とかねあのやりたいこともあったんだけど、まあ、そういうものもやっぱり削ってバトスタのねランキング戦に勤しんだ、そんな期間でした。まあ、なのでランキング戦終わった後はね、あの YouTube とか自分の好きなことに、ちょっと時間使って動画投稿の頻度とかもねちょっと上げていけたらなと思います。はい、まあそんな感じで、5月はちょっと質問コーナーとかもねやろうと思ってるので、まあその時にでもぜひねあの質問、このバトスポのランキング戦に関しての質問とかがあればぜひお願いします。でさらにねこのランキング戦系の動画結構いろいろ考えてて、まあ、例えばこう使った、ねお金の総額だったりとか、あとはまあ時間、どれぐらいの時間を使ったのかっていうのと、まあ、そこら辺をざっくりと、あとあれだね、あの使用頻度の高かったデッキやカード、まあ、そういったものをちょっとご紹介、ね、この先にしていけたらなって思ってます。はい、まあ、それはまたね後日のお楽しみということで、ランキング戦を応援してくれた方々や、アシストをしてくれた方々本当にありがとうございました。まあ、またねビッグマンミッション8段以降もねご期待くださいって言っても、多分また50位取ることはまあないかもしれないということで、ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。